ック出場のかかるワールドカップバレー。明日から始まる大一番に二人三脚で挑むご夫婦がいます。27歳の古賀紗理那選手と23歳の西田有志選手。2022年大晦日に結婚を発表した日本バレー界のビッグカップルです。お二人での取材をお願いしたこの日は奥様古賀選手のお誕生日翌日。なんかめっちゃおしゃれなケーキじゃない？食べながら喋る感じですか？最高。昨日の誕生日はパフェを食べました。ケーキじゃなくて。ケーキがなかったんだよね。ケーキなかったね。ちょっと食べていいですか？どうぞ。え、いいよ、食べよう。一人で食べるの嫌だ。おいしい。男女日本代表の中核を担う最強カップルだけに、結婚発表時は祝福と驚きが駆け巡りました。そんなお二人の馴れ初めは？僕の一目惚れですね。それは嘘。一目惚れ本当にな。いや普通に18年、その時ちょうど矯正かなんか終わった時じゃなかったっけ。もうめっちゃ綺麗になったなみたいな感じで、人見知りするってだから連絡入れてもらってかなんかで、そっからずっと連絡取ってたっすけど、まあ無視してくるんですよ。人の心ないんですよ。無視するって。そうね。ないよね。そうね、ごめんね。西田選手の猛アピールに最初は塩対応だった古賀選手なのに、結婚までたどり着いた決め手は、なんかこういう風貌だし、なんか勘違いされやすいですけど、めっちゃ優しくて、でやっぱ去年からずっとキャプテンさせてもらってて、やっぱプレッシャーというか、まあ、ストレスもすごかったんですけど、まあ、すごい話を聞いてくれたのが私はすごい救われて、なんかやっぱ優しさが他の人よりすごいなっていうのに付き合っていくうちに気づいたというか、そこが決め手ですね。目を引くプレーとは正反対、密かに育んだ2人の恋とはいえ、この華やかさ人目につかないわけもなく、気にしてました付き合ってる時は。なんかやっぱりめっちゃ有名人だから、で歩き方もこんな感じで歩くからめっちゃ目立つんですよ。で髪色もこんなだし、もう結婚発表してからは別に気にせずに普通に歩くし。でも僕で気づかれるっていうよりもやっぱ紗理那の方で気づかれますね。こう紗理那の方見て僕見て、おいみたいな感じで、俺次かよ、俺で気づかんのかよみたいな。そうかな。いや結構多いよ。付き合ってるのを見せびらかしたいタイプなんですよ。言い方悪い。ちょっと言ったらそうじゃん。だいぶ大雑把に言ってるんだけど。でもよく我慢したねじゃあ。肩肘張らないナチュラルさが素敵なお二人。ただ日本代表の男子と女子、環境や立場は大きく違います。それぞれの日々に密着してみると、溢れ出したのは思い合う二人の絆でした。やっぱり自分のためだけど、その奥さんのためでもあったりとか、すごい私は感謝してます。明日から始まるパリオリンピック予選で夢舞台への切符を目指すご夫婦、女子代表古賀紗理那選手と男子代表西田有志選手。特に古賀選手はこのパリオリンピックへの挑戦にひとしおの思いが。これが最後ですね。パリが最後だからキャプテンもやりました。春高バレーでも躍動を見せていた高校時代、早くも日本代表デビューを果たし、初々しいこの表情。偉大な先輩たちに引っ張られ背中を追い、女子日本代表の中心メンバーへ成長していきます。しかし2016年リオでは大会直前に代表から落選。さらに2年前の東京オリンピックデビューとなった予選リーグ初戦で負傷。見守る側に。
代表はもう一回東京で、一回というか東京で終わろうと思ってて、やっぱどうしても代表に来ちゃうとやっぱり試合が続くので、自分の技術を上げるっていうよりもチームが勝つ、そっちの頭に私はすぐなっちゃってて、まあ、全然自分だけこう、なんだろう、他の人は上手くなってるのに自分だけ上手くなってないなみたいなのとかずっとあって、それでも三度日の丸を背負いオリンピックへの戦いに戻ってきた理由、もう一回勝負の世界でこう自分の持てるもので勝負したいっていうのが、まあ、ふつふつと、まあ、すぐ出てきたわけじゃなくてふつふつと出てきたので、真剣勝負のオリンピックロードでさらなる成長を目指す古賀選手だからこそ、志を同じくする旦那様が大きな支えになっています。私たち2人ともめっちゃ好きなんですよ、レーボールを見たりしたりするのが、でいろいろ頭使ったりするのがすごい大好きで、例えば自分の家に帰ってそういうバレーの話するのとかも全然苦じゃなくて、たくさん話をしてくれるし、私も話をするし、どういう選択肢もあるんだとか、なんかそういう幅を広げてくれるので、すごい私は感謝してます。その西田選手にはより具体的に古賀選手への感謝を感じた出来事が、このベッドでもう全然動きにならなかったですね。西田選手といえば、そのパワフルなプレーでチームを勢いづける欠かせないムードメーカー。しかし日本男子快進撃の陰で西田選手にピンチが訪れていました。2022年に患った原因不明の体調不良、高熱と倦怠感、検査をしても原因が特定できません。自分ではなすすべもなく沈む一方だった心を奥様古賀選手が支えていました。それこそサイナと一緒におる時とかは、なんかわかんないですよ、感情がわけわからなくなって、大丈夫かな俺みたいになってて、でそういう話をずっとしてたんですけども、やっぱりずっと前向きの言葉を言ってくれてましたね。大丈夫だよみたいな、ひたすら大丈夫って言ってくれましたね。もう大丈夫って言ってくれて、体調は未だ完璧とは言えません。待ってはくれない勝負の舞台、それでも西田の名を再び轟かす準備を一歩ずつ進めています。まあ、それこそまあ結婚したりとかしていろいろと環境が変わってる中でも、より自分の中でストイックになることができると思ってるので、それはやっぱり自分のためだけど、その奥さんのためでもあったりとか、よりなんかそこら辺はすごいワクワクしてる部分があるので、西田がいないと勝てないとか、そういうぐらいの選手にはなりたいなと思いますね。2人でまずパリオリンピック
行けたら素晴らしいですし、まずパリオリンピックを目指せるっていうこの環境が本当に私は素晴らしいことだと思っていて、まあ、なかなかそういう選手はいないので、お互いの存在がそういう心とかプレーとかもこうタフにできたらいいなと思っています。超かっこいいですよね。普通に考えてすごいよね、うん、すごいことだと思います。結婚はプラスしかないと言い切るお二人、お互いの存在をそれぞれの追い風に変え、日本バレーをさらなる上昇気流へ。夫婦で決めた意気込みの言葉は取る。笑顔あふれる結果を期待せずにはいられません。いやー、木村さん、このお二人の柔らかな表情をご覧になってどうでした？本当に微笑ましいですね。やっぱり代表のキャプテンって本当にプレッシャーがかかるんですよね。だからそこでこういう最強のこうサポートしてくれる、お互いに切磋琢磨できるっていう存在を見つけられたっていうのはすごい素敵だなと思います。木村さんは現役時代古賀選手と代表でもプレーされていましたけれども、どんなところに変化を感じますか？やっぱり